お笑いタレントのやすこ26が完走した日本テレビ系24時間テレビ8月31日から9月1日放送のマラソンで不適切投稿したタレントのふわちゃんのコスプレをした人物から突を狙われていたことが明らかになった24時間テレビ関係者もこれを確認している日テレは今後警備体制をさらに問われそうだ 安子がマラソンのゴールまで400メートルの地点で沿道の男性から胸を触られたとするセクハラ被害騒動を受け、日テレは3日、取材に回答した。同局が騒動についてメディアの取材に答えるのはこれが初めて。日テレはランナーの安全管理について、ランナーに向けて手を伸ばした方がいましたが、並走していたガードランナーが対応いたしました。警備に関しては、 所轄の警察と連携し警備体制を組んでおりました。また、ランナーと沿道の皆様の安全を守るため、当該エリアはロープを張った上で警備員を配置し複数のガードランナーが並走しておりました、と回答した。マラソンでは、安子に対して8月に X、旧 i t t e r デフ適切投稿を行い活動休止に追い込まれたフワちゃんのコスプレをした人物がトツを狙っていたことが明らかになった。ヤスコは横浜、日産スタジアムからスタートし、ゴールの東京、両国国技館を目指したが、24時間テレビ、関係者は、神奈川を走っている最中、フワちゃんのカラフル衣装のコスプレをした人物がいたのが確認されています。 とつられることはなかったのが幸いでした、と話す。日テレ関係者は、番組スタッフも警備スタッフも、YouTuber ーーがフワちゃんの格好を真似て安子さんに接触することは警戒していた。派手な衣装を着た人物がいないか周囲を見渡して、探索、するよう申し合わせていたんです、と補足する。 昨年のランナーだったタレントのヒロミは走っている最中に迷惑系 YouTuber にとつられただけに警戒心は強かった。結果的には YouTuber にとつられることはなく、沿道の男性によるセクハラ騒動が起きた。YouTuber を警戒しすぎていたのかもしれません。前で日テレ関係者。日テレは来年も24時間テレビを放送し、マラソンを実施すると見られる。 今回のような騒動が起きなければいいが。